どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も栄冠ナインやっていきたいと思います。今日は秋の公式戦1回戦からやっていきたいと思います。誰、赤石くん、俊介、高野くん、俊介選手か高野くんなんだよな。高野くんでいきましょう。大田くんでもあります。イヤも変えなくてこのままいきます。試合開始。お、白金対福山高校ってことは魔女じゃん。魔女、福山雅治さんが監督なんだよきっと。魔女 VS 白金、みゆき高校です。いきます。秋の県大会1回戦第1試合、そこで選択し前評判通りでございます。よし、ワンノーアウト1塁、見ていきましょう。福本くん強、え、バケモンじゃん。チャンス F、 チャンス F 以外打てそうなところがない。何このキャッチャーも強いんだけど、いいなぁ。なんか総力特化っていうより打撃特化。お、ムードバツがいたわ。ムードバツがいるってことは真のムードバツ戦いだね。どっちが真のムードバツラーか、いきましょう。勝負いきます。ピッチャーはどうだろう。ピッチャークイック F がいるぐらいは、いる以外はみんな強い。 OK、 もう勝負挑むわ。いきます。流し打ちだな、ここは。流し打ちできます。セーフティーもありなんだけど、あー、マジマジマジ、ゲッツー、ダメダメダメ、あー、初回からゲッツーは厳いな。ノーアウト1塁です。これエンドランかけてみる、あえてエンドラン。 OKOK、 いいね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 、最高最高のエンドランです。でここで俊介選手、ここ才能開花使ってセーフティーならない。そう、これがあるんだよ。セーフティーできます。この回だわ。点セーフ、 OK です。で満塁でギータです。ここどうしよう、クセモノ使っちゃおう。もうここ勝負どころだわ。流し打ちできます。いけ、広角働かせて OK、 満塁ホームラン、ナイスギータ。さすがギータ、さすギータ。いきます。高野くんセンター返しできます。センター返しだけど、センター返しじゃなくていい。なんか三遊間抜いてくれればいい、最高。そしたらこれは抜けない。おお、しょ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 、いいねいいねいいね、ナイス。でここでまた俊介選手です。と送りバントリーやさ、あ、いや、ここプルヒにかけます。引っ張りできます。プルヒです、プルヒです、プルヒです、プルヒ。これゲッツーじゃなきゃいいよ。 OK、 ナイス。相手の守備乱れてるね、乱れに乱れてるね。でギータです。ここもう一遍いきますか。犠牲フライできます。ここは今度はもう一遍満塁ホームランでいいよ。もう一遍満塁ホームランぶち込んじゃってください。オッケー、これ落ちます、落ちます。これはさすがナイス、最高、サイアンドコー。今回コールド勝ち続けようでいきましょう。よし、勝ちたい。今回はみんなに俺の勝ちたいという気持ちが伝わってるはず。いきます、引っ張りできます。いけ、原田くん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 、原田太鼓、原田太鼓、いきます。原田太鼓鳴らしてきます。よし、ここで勘兵衛です。軍師勘兵衛です。引っ張ります、引っ張ります。カンベ、カンベ、カンベ、ノットカンベ、センベイです。それは6点なんて取ったのに久々だな。いきます。センター返しか引っ張りか、センター返しだな。いきます。いけ、高野くん、うん、センター返しじゃない。センター返しちょっと弱いな。もしノーツーアウト1塁です。今日絶好調のギータです。引っ張りましょう。オッケー、ナイスー、ホームラン。これがギータです。みんなもうこの回コールド勝ちしに行きます。ピッチャー変えます。で今泉くんからいきましょう。ちょっと今日は余裕持って今泉くん出せるわ。素晴らしい。え、何、お任せ 6? お任せ 6? お任せ6ならお任せ6使うわ。 OK、 ナイス、さすがお任せ6。よし、投手交代で杉村くん使いましょう。で盛り上げて褒めて助言りましょう、助言りましょう。ジュゲム、ジュゲム、五校の杉で、海座に水魚の修理業務、ウーライマス、フーライマス、フーレルところに住むところ、やめろコーチのブラコーチ、パイポ、パイポ、パイポの修理が、修理官のブーリンガ、ブーリンガの修理が、修理官のポンポコリンのポンポランド、ポンポリンの長介。オッケー、行きましょう。ストライク取れていきます。行け、行け、杉村くん、閉めてくれ。もう閉めて、おー、おー、なかなか閉めさせてくんない。バックスクリーンにぶち込まれた。もうコールド勝ちで閉めてほしかった。勘弁です、勘弁です。いや、育成しろってことだろう、きっと。さすがだわ。さすが杉村くん。ただ、スタミナが切れるのが一番怖いんだよね。おし、寺岡くんです。寺岡くん。ファイト使うか。引っ張りまーす。寺岡くん、打っていいよ。打っていいよ。打っていいぜ。打っていいぜ。最高に打っちまっていいぜ。オッケー、ナイスー。おっと、引っ掛けたじゃない。もう最高に引っ掛けてる、それは。なんか、2、3倍引っ掛けてるわ。いきます。精密機械使って、3打席連続三振出てた、今。センター返しできます。三振を避けよう。いけるいける、板橋くん。オッケー、これワンチャンセーフあるぞ。ないわ。まあでも実質バントだよ。杉村くんです。ここ
引っ張ります。男はここで黙って引っ張ります。 OK、 しょうがない。相手の守備、ショート守備安定してるね。よし、9回の表です。高野くんです。高野くんヒットを打とうぜ。ここセンター返しで強振できます。今度は相手の強振です。知ってる？ OK、 ナイス。これが強振の力です。なんか今作強振が強い気がするんだよね。気のせいかな。で、ここ走れるわ、さすがに。走りまーす。ナイスー。ふぅー。で、藤川選手。で、どうしましょう。ここ、センター返し強振できます。なんか強振にハマってる、俺。うん、しょうがない。しょうがない。よし、3の3、行きましょう。ギータ。センター返しでバックスクリーンでもいいよ。まだちょっとパワーが足りないわ。パワー S だったらいけた。よし、最後、杉村君締めましょう。低め引っ張りでいきまーす。いける、いける。いける。終わらせよう。俺お腹すいた。お腹すいたんだ。ナイスー。で、ガライ君。ガクケントさん？ガクだ。ガクケントさんだ。行きましょう。ストライク取れてきます。行きましょう。いける、いける、いける。抑えてくれ、抑えてくれ、抑えてくれ、抑えてくれ。解消できましょう。OK、ナイスー。で、速球低めで、臭いところでいきます。もう1だけど臭いところでいきます。OK、ナイスー。板橋君、落ち着いて。ナイスー。勝てたー。いいじゃん。圧倒的格上相手に勝てたわ。素晴らしい。よし、もう今回はギータのおかげだね。そんな感じでございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。